金縛りになる方法私の彼氏が体験した話なんかテレビで金縛りになる方法みたいなのをやってたらしいのねその方法っていうのが真四角の部屋の真ん中に布団を敷いて北枕にして寝るんだってそんで布団に入ったまままず部屋の左下隅を見て。 次に右下隅、左上隅、右上隅を見て、最後に真上を見て寝ると、悲しりになるんだって。なんか、部屋の隅には何かがいて、最後に真上を見ることによって、それぞれの何かを引き合わせてしまって、良くないことが起きる。イコール、悲しりに合うんだって。 彼氏はまさかなるわけないと思って、面白半分でやってみたんだって。そしたらその夜、本当に金縛りにあったらしい。やべえやべえって思ったら、廊下から足音が聞こえてきて、その足音が部屋の前で止まったらしい。お母さんかと思ったんだけど、体は金縛りに合ってるし、恐怖心がものすごく襲ってきたんだって。 そしたらガラッて戸が開いたんだって彼氏はもう何が何だか訳が分かんなくなって相当ビビってしまったらしいのねそんで足元がなんだか重くなってきてそれがどんどん上の方に来るんだってそしたら目の前に人の顔があったんだって顔はすぐ消えたらしいけど戸は開いたままだし夢ではないと言ってる 不思議なことに彼氏の部屋は長方形なんだけどね天井に何かいる今年の夏の話夏になるとどうも怖い話が聞きたくなる。 うちの子たちも怖い話が結構好きなので、毎晩のように寝る前には電気を消して布団に入り、30分程度の怖い話のビデオなどを見ながら寝るのが日課になってた。ある日、DVD を見終わり、さあ寝るかと思ったら、なんとなく子供の様子がおかしい。どうしたのと聞くと、子供たちが。 天井に何かいると私も天井を見たが何も見えないさらに子供の方を見ると兄弟全く同時に右左右左と天井で素早く動く何かを必死で目で追ってる二人の動きが全くずれもなく同時なのでこれはやばいと思った あとになって話を聞くと、金や銀に光る小さい円が天井の端から端へと高速移動してたと。それ以来、寝る前にホラーを見るのはやめました。あれは一体何だったんだろう。 ここは最終じゃないんですか近くにある潰れた病院の話。移転したのか、とにかく廃病院になってすでに10年以上経つが、いまだに壊されずに残ってる。入り口などはすべて鉄柵で囲まれているものの、出入りは自由。そのため、肝試しの定番に。 友人三人と車で行ったが、見た目は病院というよりも廃校。ぐるぐると周りを車で走らせているとバス停があり、その横の自動販売機で買い物をすることに。バス乗り場のコンクリートでできた小屋に老人が一人座ってバスを待っていて驚くも、ジュースを買い車へ。路肩に止めた車に乗るとちょうどバスが来た。 しかし、バスはバス停に止まることなく、そのまま進んでいく。ああ、老人がいるのにな、と思って振り向くも老人がいない。寒気がしてすぐに車を出そうとした、まさにその時、助手席の窓ガラスを、にやーっと笑いながら老人がノックしだした。窓を少し開けて話を聞こうかとしたら、 ここは最終じゃないんですか死んだ人のと尋ねられ猛スピードで逃げましたわざと追い払おうとあんなことをした地元住民であってほしいもう行きませんすみませんドア開けなさい これは友達から聞いた話。受験勉強のために部屋で猛勉強してたら夜中の2時ごろに部屋のドアをコンコンとノックされて「たけし夜食持ってきたからドア開けなさい」って母親が言ってきた。ドアには鍵がかかってる。でもたけしくんはちょうど勉強に区切りのいいところで休憩したかったので そこに置いといてお母さんって言ったそしたらお母さんがそのまま階段をトントン降りていく音が聞こえたそれから3時ごろになってまたお母さんがドアをノックして「たけしおやつ持ってきたからドア開けなさい」って言ってきたでもたけし君は おやつなんて別にいいよって答えたそしたら「うるさいいいからここ開けなさい開けろ開けろ!開けろ」って急に気違いのように怒鳴り出したけし君はビビって開けようとしたんだけどなんだか嫌な予感がして開けなかったそしたら今度は涙声で「お願い」 たけし、ドア開けてって懇願してきたでも開けなかったでそのまま10分ぐらい経った後、で、母親が舌打ちして階段をトントン降りていったでもそれからすぐにたしく君は思い出した今 両親は法事で田舎に帰っているということにあの時ドアを開けていたらどうなっていたかと思うと武志君は震えたそうな「呼ばれてる」「皆さんは深夜急に喉が渇いて水を飲みに」 二階から一階まで降りたことはありませんかもしかしたらマンションやアパート、平屋建ての方もいるかもしれませんが、そんな時は例に呼ばれてるんだとどこかで聞いたことがあります。ある日、私は急に喉が渇いて深夜に目が覚め、二階から一階まで水を飲みに行ったんです。階段を降り終えると、 1>, 1階は電気を消しているので当然真っ暗です左側奥に風呂場の脱衣所が見えるんですが真っ暗なはずなのに何かが反射していたんですよく見てみるとそこには見知らぬ女が立っていたんです全身に鳥肌が走りながらももう一度確かめると 右下を見つめながら、やはり見知らぬ人が立っている。というのも、二度目見たときは、男か女か区別はできなかった。ただ、髪が長いという点のみで、男にも女にも見える風貌。体が硬直し、放心状態で見つめていると、突然こちらに目線を合わせ、睨みつけてきた。慌てて階段を駆け上がり、すぐに百1番。 家中の鍵をすべて確認しましたが施錠されたままでしたあれ以来夜中に1階に降りることはしなくなりましたそして2階にもトイレを作り冷蔵庫も置くようになりました適当な母親 俺の母親は何事においても適当な人でそして時々ぶっ飛んだことを言う人だった小学校時代兄弟で軽くいじめに遭っていたお互いに慰め合っていたので何とか登校できているそんな状態が続いたやがて中学に上がった自分は剣道を始めていじめられなくなり まだ小学生の妹は相変わらずいじめられるという状態。あまり頼りにはできないとわかっていたが、妹がかわいそうなので母親にも話をした。母親は自分たちがいじめられていることはその時が初耳だったようでびっくりしていたものの、深刻そうな顔はしなかった。でもね、チャンスだと思う。 母親がこう話し始めたとき、俺はよくあるプラス思考的なことを言うのだろうと思った。いじめてる奴らを皆殺しにすればそしたら世の中のいじめられっ子の救世主になれるじゃないいじめたら殺される世の中なんて素敵よね。きっと世の中のいじめをなくすためには必要なことなのよ。 妹は次の日吹っ切れた顔で学校に行った自分は思った手に握りしめられていたものに早く気づくべきだったと女の子の家族の絵 中学の頃の頃先,先生がまだ大学生の時大学の先輩が教員免許を取るために小学校に実習に行ったそうだ先輩は受け持ちになったクラスの子どもたちとすぐに打ち解け大変な実習もどうにか乗り越えられそうだった実習終了まであとわずかとなったある日 受け持ちのクラスの女の子の家が火事になり2階の子供部屋で寝ていた女の子とお兄ちゃんが亡くなってしまった1階で寝てた両親と生後数か月の赤ちゃんはどうにか逃げ出して助かった突然の訃報にショックを受けたクラスメートたちはみんな泣きながらお葬式に出席したお葬式の後、学校へ戻った先輩は クラスの子たちが授業の時間に描いた絵を見てた。絵の課題は家族の絵を描きなさい。みんな思い思いに自分の家族を生き生きと描いている。その中に亡くなってしまった女の子の絵もあった。大きな画用紙に描かれた家族の絵。お父さんが赤ちゃんを抱っこして お母さんと一緒に花壇に水をやっていて2階の窓からは女の子とお兄ちゃんが3人に向かって手を振ってるそんな家族の日常を描いたほのぼのとした絵先輩ははっとした今回の火事で逃げ出したのも外にいる設定で描かれていた3人逃げることができずに亡くなったのは 家の2階にいる設定で書かれていた2人まさかとは思うけどさ2階にいて手を振ってるのって火事で身動き取れなくなって助けてほしくて手を振ってる姿だったりしないよな先輩はそう言うと黙り込んでしまったという。 高架下の男の子今年の夏幼なじみの家に遊びに行ったんだその道すがら体験した話幼なじみの家はチャリで15分くらいうちの地元は田んぼが多くてしかも街灯が少ないから夜はめちゃくちゃ暗いんだ道のりに新幹線の高架下を通るんだが そこがいつも気持ち悪くてな。近所ではちょっと有名な気持ち悪いとこなんだな。目撃談もそこそこあるようだ。俺は気持ち悪いの嫌だし、暗くて怖かったからイヤホンで聞いてた歌を歌いながらチャリこいでたんだよ。んで、高架下をなるべく意識しないように通過。少し安心してると、 前に T シャツにジーンズの男の子が街灯の近くに立ってたんだ田んぼを眺めてる感じだった歌を歌ってるのが聞かれるのが恥ずかしかったんで声を小さくして男の子を左手に見て通り過ぎた「やべえ聞かれちゃったかな」と少しはにかみながらだけど「あれ?」とあることに気づいた 俺のの左って田んんぼの用水路しかないんだよ。結構深めの男の子はちょうどその辺りにいたようなと思いパッと振り返る誰もいないおかしいなと思い前を向き直すとちょうど進行方向1メートルくらい先にだからほんとすぐ前だよな さっきの子と思われる男の子がこっち向いて立ってるんだよ。ぶつかるってなったもんで急ハンドルしたから激しくこけてしまった。こけてる最中に男の子の顔が見えた。それが異様で今も忘れられない。鼻がないんだ。唇もなかった。上の方の。だから上の歯が見えてる状態。 本当によ何だったんだと振り返るともうそこには何もいなかった、うん、とにかく離れなきゃと思ってチャリにまたがると左後方から「遊ば」という声が聞こえた足すりむいたりして血出てたけど必死に声だよもう歌とか歌う余裕なかった、うん、とにかく必死に声で幼なじみの家へ一目散 途中ペダルが妙に重くなったと感じた時間もあったが知ってるお経をブツブツ唱えながら半泣きで幼馴染の家に行った塩をまいてもらって一応異常はそれからなかったけどあれは何だったんだろういまだにわからないまま夏は過ぎた いたずら中学生の頃受験勉強で早起きをしていた私はふとストレス解消に新聞配達の人にいたずらをしてやろうと思いつき新聞が玄関ドアのポストに入った瞬間ドアの内側から思いっきり新聞を引き抜き相手の反応を楽しんでいました毎日やると向こうも慣れてしまうのでたまにやるのです そしておじさんの「ふうおー!」というべびった声に笑いをこらえていましたある日久しぶりにやってみようと思いいつものようにドアの内側で待ち構えていると新聞がポストに投入される気配が新聞が顔を見せた瞬間「よし今だ!」と思いっきり新聞を引き抜いたところ「ギャッ!」という外からの悲鳴の後 新聞は血まみれ外では新聞配達人の罵声とドアを蹴飛ばす音両親は起き出すし大変なことになっていました私は新聞配達の人の指を新聞と一緒にポストの中に引きずり込んでしまいポストの金具で肉を削り取ってしまったのですごめん怖くなかったね でも私はこのいたずらの後始末で大変怖い思いをしましたかじり知り合いの話彼のおばあさんの実家の村がまだ土葬してた時代のこと家で不幸があり土葬の準備をしていると リンソンから親戚がやってきた親戚は歌人に隣村でかじりが出たと伝えたんだというかじりというのは文字通りかじる化け物で死体を掘り起こして食べるのだそうだどんなに墓の番をしても夜の間に棺桶の中から死体は消え失せ 朝には食い散らかされた死体が村外れに投げ捨てられていたという死体を食べられてしまった家には災いが起こると言われていたかじりは経文や仏具が苦手とされていたというしばらくの間その村で埋葬された死体は体中に墨で経文が書かれていた おばあさんがまだ幼い頃、彼女のおばあさんから聞かせてもらった話だそうだ。